皆様おはようございます。お元気でしょうか。本日はですね、カツンです。以前にもねやったんですが、ちょっと学生時代にね、ちょっと私蒲田の方の専門学校行ったんですが、その時ですね、昼になるといつも行列のできる店みたいな感じでね、もうほぼカツ丼屋さんじゃないんですが、ほぼカツ丼しかみんな食わねえぞみたいなね店がございました。その名を何つったっけな、大衆の店、光ですね、蜜と書いて光ね、そんな名前だと思われます。もう現在もあるのでしょうか。その時にね食べたあのカツ丼ですか、それは無性にねちょっと今になって食べたくなっちゃったなってことでね、思い出のカツ丼行ってみようかなと思います。まあ思い出リメンバーですか、リメンバーカツ丼始めてみたいと思います。ですね、あの大盛りで、大盛り、あの駅の大盛りじゃないですよ、あのご飯の大盛りですね、大盛りで、普通盛りで300円だか300円だかですね、そして大盛りで350円で、その上にバカ盛りっていうのがありましてね、そのバカ盛りが確か370円、80円だと思うんですよね。もう学生の胃袋をもう満タンにしてくれるね、お店でございました。そのカツ丼をね、本日再現してみようじゃねえのみたいな感じでねやってまいります。そしてカツのこの肉ですね、肉がですね、普通のロースとかそんじゃないんですよね、生姜焼きとか。もうさらにこの薄いごま肉みたいなね、ごま肉みたいなカツなんですね。はい、これちょっとね切り落としなんですが、まあ、こんなような感じ。まずですね、軽くねお肉ね、トン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 叩いちゃってください。はい、こんな感じでお願いいたします。はい、そしてですね、叩き終わったらですね、ここにお塩をパラリンコですね、はい、軽くですね、もう下味なんでね、パラリンコパラリンコパンパンパパンパパパンパンです。もうちょっといきますか、パンパンパパンパパパンパンですね。はい、そうしましたらこれをね、いつものようにうちいこですね、片栗粉でね、うちいこです。でお肉薄いんでね、あのガツンガツンいつものようにね、もみもみやってしまいますと、丸まってしまう恐れがあるんでね、こう丁寧にね、あもうすでに丸まってきますね、はい、丁寧にね、ガツンガツンつりりんこと、ね、打ち粉をつけてください、はい、こんな感じでよろしいんではないでしょうか。はい、そうしましたら、いつものようにねドロッティですね、ドロッティ、はい、ドロッティの中にドロロンパとガツンガツンツルリンコと入れてください。はい、OKOK ではないでしょうか。はい、そうしましたらね、まあ、いつもの手順です。パンキーですね、パンキー、パンキーの中にですね、これ入れてまいりましょう。これできるだけこうちょっと丸まっちゃってますけどね、伸ばして、まあ、これでねプッシュしちゃいますか。あ、いい感じですね、こんな感じでしたよ多分ね、こんな感じね、こんな感じのカツでございました。本当に学生時代はね、もうお金もなければ暇もあるみたいなね、まあアルバイトをしてたんでね、まあそんなにはねお金には不自由しておりませんでしたが、まあでもこのカツ丼がねもう最高最高グッて育ったんでね、いや無性にね今何年か経ってちょっと久々に食いてえなーみたいな。でも蒲田まで行くのちょっとめんどくさいんで ね結構交通費のおめえ高けんじゃねえのおめえ300キロのカツ丼食うのにみたいなね、感じでございますね。いやもし蒲田ご在住の皆様いらっしゃいましたら、まだその大衆食堂光っていう名前だったと思うんですが、まあそれがまだ存在するのかどうかね、工学院通りの駅から歩いて左側ですね確かね、にございました。はい、この中でちょっとこれ作りすぎちゃったかな、これこんな食う昼から食えねえぞみたいなね、感じではございますが、まあとりあえずさっくんさっくんね、パン粉漬け全部やっていきたいと思います。はい、豚肉ですね、全部パン粉がつきました。それではね、揚げるだけです。もう本当にすぐ揚がっちゃうんでね、気をつけてくださいませ。そして油の温度はいつものように180度ですね。はい、この中にね、パッコンパッコンパッコリーナとね、静かに入れてってください。思いっきりガッツンガッツンツリリンコってやってしまいますとね、油跳ねて手やけどしたりしてしまうとね、非常に危険ですので静かにね入れてください。ちょっとね昼からこんなにお前食えるのかみたいな感じでございますので、これは晩酌のお供にしちゃおうかなみたいな感じでございます。晩酌楽しみ、本当に楽しみだから皆さんも楽しみですか。
すいませんの、お酒飲まない人はね、まあ、晩ご飯にしてください。はい、お分かりになりますでしょうか。ちょっとね、もう裏の方がね完全に上がってまいりました。てかもう早いんでね、多分入れてですね、そうですね、45秒ぐらいでね、もうちょっと薄っぺらい肉なんで上がっちゃうと思いますね。揚げすぎにご注意くださいね。もうただでさえ薄いのにね、もう食うとこなくなっちゃうんでね、その辺のところをよろしくお願いいたします。はい、そしてその間にですね、もう卵、溶き卵を用意してみましょう。はい、そしてこちら、どんたれですね。どんたれの作り方は別動画にございますので、そちらね、参照ください。そしてですね、その光のかつ、お、池でも上がっちゃうんでね、先に揚げちゃいますか。はい、先に、ね、よく油を切ってね、揚げちゃってください。はい、ガツンガツン、お、曲がりすぎちゃうんで、一気に揚げちゃいましょう。ガンガン、ガガン、ガガガン、ガンですね。ダダダダダダダ。パッコンパッコンパッコリーナとね、はい、薄っぺらいカツができました。これがね、ほんと美味しいんですよ。もう油のカスはね、はい、パン粉カス必ず作ってください。もう火は止めちゃってくださいね、危ないですからね。はい、それではね、どんたれの説明に戻ります。どんたれ別動画でありますが、ですね、この光のカツ丼はですね、玉ねぎが入ってないんですよね、カツ丼なのに。で、多分そのせいだと思うんですが、甘みがちょっと足んねんじゃねえのみたいな感じで、あのどんたれプラスね、砂糖少々、まあ、どんたれもあの4110.5 なんですが、その 0.5 の砂糖1にすれば4111でね、OKOK になると思われます。それではね、このどんたれブックブック言ったらね、カツの方を投入してまいります。はい、ブックブック言ってまいりますのでね、はい、カツの方をね投入してまいりましょう。ガンガンガガンガガガンガンですね。こんな感じでいかがでしょうか。いや、これ非常にお安くできるね、カツ丼ですのでね、皆様ね、もう育ち盛りの子供も食ってしょうがないんだよね。お腹いっぱい食べさせてください。トモス分厚いやつはちょっと高いんでね、もうこの薄いやつに衣主体ですよ、衣主体ね。はい、それでは溶き卵ですね。はい、回しがけりんこですね。回しがけりんりんりりんりりりんりん。はい、あとはね、ちょっと蓋をして卵はね、プルプルっと固まるのを待ちたいと思います。はい、いい感じでね、卵の方ね、半熟になりました。まあ硬いのが好きな方はね、もうちょっとね蓋してやっちゃってください。はい、ここで火を止めて、あとはね、丼飯にね乗っけるだけでございます。ガガ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 ンですね。それではね、乗っけてまいりましょう。はい、丼飯ですね。おお、ちょっと片手で難しいな。はい、こんな感じですか。あー、すげえなこれ、すごいすごい。もうこんな感じでね、330円だったかな、普通盛りでな。うん、マイリメンバーふーですか、リメンバー、思い出合ってるね。こんな感じではないでしょうか。はい、そしてね、汁タラランランと、はい、これで完成でございます。それではね、テーブルの方に運んで食してまいりましょう。テーブルの方にですね、カツの運んでまいりました。こんな感じです、こんな感じです、こんな感じです。もうカツがね、たっぷりカンカンとね乗っておりました。そして確かこれも記憶違いかもしれませんが、確か紅生姜があって、それは乗っけ放題だっていうな気がするんですよね。あともちろんね、一味もガツンガツンと確かテーブルに乗っかっていたはずでございます。いや、もう毎日行列ができて、確かカウンターくらいしかなかったのかな。でも食ってんじゃないですか、後ろに並んでるんですよ、密着して。もう早く食って帰らなくちゃみたいなね、せかされたものでございます。はい、それではね、いただいてみたいと思います。どこで食っていいのか、どっから食っていいのかみたいな感じで。そしてバカ盛りっていうのはですね、今こんな感じですよね。大体普通盛りなんですよ。大盛りになるとこんぐらい、バカ盛りになるとこんな感じで、なんか何、将棋崩しみたいに、これどっから食っていいのみたいな、下手にこういうとこからパコンってカツを乗ってボーッと落っこっちゃうんですよね。よくバカ盛りいただきました。まだあるのかな。はい、それではね、いただいてみたいと思います。もうどっから手つけていいかわかんねえなこれ。あ、ちっちゃいのからいきますか。いただきます。この甘ったるい汁の味ですね。もうこの、玉ねぎ入ってないから多分砂糖で補ったんじゃねえかなと思うんですよね。いただきます。まさにあの時の味だな、これな。懐かしいな。
飯が出てこないんですよ、なかなか。うん、いただきます。うまっ。いただきます。うん、あく、うん、あく、うん、やっと飯が出てきたぜみたいな、ね、いただきます。うん、うん、最高最高最高だ。グッドグッダーグッテスではないでしょうか。はい、それでは本日の最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、思い出のカツ丼、これを作ってみました。もし蒲田ご在住の方がいらっしゃいましたら、東京の蒲田ですよ、高学院通り駅から向かって左が、大衆の店光だったと思うんですが、ありましたらコメント欄にね、うまくあるぜ、バカバカやってるよ、バカ盛りカツ丼みたいなね、お寄せいただければ幸いかと思われます。そして動画のモチベーションを維持するに皆様の温かいグッドマーク1票を入れていただければ幸いかと思われます。もう育ち盛りのね、お子様もうち10人いるんだよという方はね、もうこれほんとお安くね、ガッツンガッツンカツ丼できますので、もう振る舞っちゃってください。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。 See you maybe tomorrow